株式会社一万年社は、かつて大阪市中央区に本社を構えていた日本最古の広告代理店である。一万年社京都市社1890年に元新聞記者だった高木佐大によって広告取り次ぎ業として設立。当時の地元市大阪毎日新聞、大阪朝日新聞と提携し、全国上科に多大な貢献を残し、一気にその勢力を拡大。 大正時代には雑誌、広告論争、広告年間を刊行こうした大阪での活動を足がかりに全国的企業に発展した。しかし、戦後は電イツーなどに採用手の座を譲って徐々に地位が低下。平成期には上位受社圏外となる。さらに、東京一極集中により、 関西に本社を置いていたスポンサー企業が相次いで東京に移転して経営が悪化したのに加え、それに伴う不渡りなどの影響からおよそ150億円ほどの負債を抱え、1999年自己破産を申請して倒産した。なお、同社の所蔵資料は大阪市立近代美術館が購入、保管しており、現在大阪メディア文化史研究会が 大阪市立大学を拠点に分析作業を進めている。本社ビルはディスカウントストアのジャパンが買い取り、杉ホールディングスに吸収合併されるまで同社の本社としていた。ありがとうございます。